前回作った虎がめちゃめちゃ怖そうでかっこよかったんですけど、今回のレッサーパンダは可愛くて優しそうに見えます。皆さんこんにちは、重症オルゴミルだ。ヒューイエラー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター野生の虎の続きになります。前回の動画でこちらの虎を組み立てました。もうめちゃめちゃ完成度が高くて、僕が今まで作ってきたレゴクリエイターの中でとても素晴らしかったです。今回は虎からレッサーパンダに組み替えます。はい、虎の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではレッサーパンダに組み替えます。はい、完成、レッサーパンダです。はい、虎からレッサーパンダに組み替えました。今回組み立てたレッサーパンダなんですけど、思ってたより大きくて結構可愛いです。それと付属品は虎の時は1個だったんですけど、今回は2つになりました。はい、こちらがレッサーパンダです。正面はこんな感じになっていて、今回顔がめちゃくちゃ可愛くできてます。側面はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。手のパーツは前回の虎の赤い鳥の目です。続いて胴体はこのようになってます。結構本物に近いように表現されています。そして前足と後ろ足はこのようになってます。はい、そして尻尾はこのようになってます。僕の中でレッサーパンダの尻尾の色って確か黒かった気がするんだよなはい、それではこのレッサーパンダの可動範囲について説明します。まず頭部がこのように回転します。口は開かないんですけど、耳がこのように動きます。前足はボールジョイントになってますので、こんな感じで、あっと、前足はボールジョイントになっててこのように動いて、爪もこんな感じで動きます。後ろ足も前足と一緒でボールジョイントでこのように動きます。尻尾はこんな感じで動きます。はい、各部を動かしてこのようにポーズを取らせることができます。前回作った虎がめちゃめちゃ怖そうでかっこよかったんですけど、今回のレッサーパンダは可愛くて優しそうに見えます。はい、続いてはレッサーパンダの付属品について説明します。まずこちらが大木で、こちらが笹です。はい、笹はこのようになってます。笹に使われてるパーツは少ないんですけど、再現度は結構高いです。はい、続いてはこちらです。今回何気にこの樹木が結構完成度高いです。全体はこのようになっていて、
根元の部分は黒色になっていて、上の樹木パーツはダークブラウンになってます。今回こちら何の木なんでしょう。多分梅の木か桜の木なんじゃないかなって思います。木のこの部分がボールジョイントになってますので、こんな感じで若干角度を変えることができます。はい、レッサーパンダと一緒に並べるとこんな感じです。今回の野生のトラって結構中国を意識してますので、付属品を並べるとなんか中国に来た感じがしますね。はい、最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、おおよそミニフィグ2体分の大きさはありますね。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、なんか大きさ的にマリオの世界にいそうなキャラクターですねおおよそレゴマリオ、そうですね、1.5 体分はあります。はい、レゴクリエイター野生の虎のレッサーパンダはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター野生の虎レッサーパンダに組み替えてレビューしていました。前回組み立てた虎がかっこよくて怖そうなイメージだったんですけど、今回のレッサーパンダは結構可愛かったです。まずレゴクリエイターの2個目3個目って基本的に1個目より小さいと思うんですけど、今回のレッサーパンダは結構大きかったです。僕個人的にレッサーパンダの頭部の完成度が高くてとても良かったです。それと付属する樹木と笹の葉の完成度も結構良かったです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではレッサーパンダから恋に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。